早稲田大学人間科学学術院入試広報副担当をしております赤沼と申します。それでは人間科学研究科の大学院説明会を始めたいと思います。こちらの画面には今年度の大学院人間科学研究科のパンフレットの表紙を掲載しています。人間科学研究科に少しでも興味のある方はパンフレットの確認もしてみてください。私たちは 心沢キャンパスで研究活動を行っていますが、右上がその心沢キャンパスの空撮写真になります。奥には狭山湖が、さらにその奥には西部ドームも見えます。左の写真は、ウランドから見上げた心沢キャンパスの中心にある100号館で、このような建物が建っています。それからもう一つの101号館は、右下の写真のように、 より現代的な設計となっていますこのように所沢キャンパスは緑に囲まれた美しいキャンパスで人間科学研究科の大学院生は主にこのキャンパスで研究活動を行っています最初に人間科学研究科の特色と我々のビジョンについてお話ししたいと思います大学院人間科学研究科は 人間科学学術院の中に展開されていますがこのイラストに示されていますように人間科学学術院には他に3つの組織が存在します人間総合研究センターは主に研究活動をサポートする研究センターです学部としては人間科学部それから社会人学生を中心とした e スクール といいうインターネットを利用した通信性の学部組織も持っていますこのような組織で人間を起点とする複合的横断的アプローチで地球社会の課題解決に挑むということをビジョンとして掲げています。特色としてはまずさまざまな学問分野が融合しているという学融合性。 そしてさまざまな分野の合際的なアプローチそれも国際的なフィールドあるいはそれぞれの地域における問題解決というようなことを掲げていますこの図はパンフレットの中の一部ですが人間を起点とする複合的横断的アプローチで地球社会の課題解決に挑む ということが書かれています。我々は学際的かつ実践的であるということを志し、単に学問のための学問にとどまることなく、現実の社会で起こっている様々な問題の解決に挑んでいます。では、なぜ我々が学際的であるということを重んじているのかと言いますと、 まずは現代の現実社会において解決するべき課題の多くが既存の地と地の間特に異なる文化が摩擦するところに生じているからです。学際的であることによってそれぞれの専門家や専門分野が持つ多様な考えや専門知識を結集することが可能となり現代社会の課題に 実践的に取り組むことができるようになるという利点があります。例えば、現在我々人類は新型コロナウイルスパンデミックという問題に直面していますが、これは紛れもなく現実の社会で起こっている問題であり、地球規模で同時に起こっているということでグローバルな問題であると言えます。このような現実的な 問題を取り扱う場合、どうしても特定の1つの分野に関する専門性だけでは解決することができません。新型コロナウイルス感染症の場合、当然、医療の専門家、ワクチンや治療薬開発、あるいは感染症拡大シミュレーションの専門家の方々がいろいろ尽力されているわけですが、 その方たちだけで十分な課題解決が導かれるわけではありません。経済にも当然影響がありますので、経済学の問題も生じます。働き方については社会学の問題となります。我々教育の現場ではオンライン授業を取り入れていますし、安全安心な暮らしということで、健康福祉の問題も生じてきます。 また公衆衛生の立場からはできるだけ人の流れを減らし人と人との接触を少なくすることがこの問題に対する有効な解決策となるのですが経済の立場からはそれでは生活が成り立たなくなるといった摩擦が生じますこのような問題に対してより多くの人たちが納得する形で解決策を探るためには 多くの分野,分野の専門家の英知を集めることが必要となります。新型コロナウイルス感染症に限らず、先ほども申し上げましたが、地球上で生じる多くの問題が文化と文化が摩擦するところで起こっています。このような現代,現代社会において人間社会が直面している問題を実践的に解決しようとした場合、必然的に 一つの分野の専門性だけでは解決する、解決できません。分野横断的な複合,複合的な視点からの解決策の検討が求められてくるはずです。我々人間科学研究家では、人間を起点として複合的かつ横断的な課題への取り組みを標榜し、地球社会の課題を実践的に解決することを目指す学問が人間科学である。 と考えています。そういった研究活動を進める上では、大学院が重要になってきます。人間科学研究科には、8領域プラス1コースが設置され、学際性と実践力を追求するという構成になっています。その8領域がここに書かれていますが、緑色、 地域地球環境科学研究領域、人間行動環境科学研究領域、文化社会環境科学研究領域の3つの領域は人間科学部の人間環境科学科の上に設置されています。それからオレンジ色で書かれています健康生命科学研究領域、健康福祉科学研究領域、臨床心理学研究領域、 の3つの領域が健康福祉科学科の上に設置されています。さらにプラス1コースというのが修士課程の1年生、つまり1年間で終了するコースですが、教育臨床コースも設置されています。つまりこの3領域と1コースが人間科学部健康福祉科学科の上に設置されています。そして青字で記されていますのが、 います。新感性認知情報システム研究領域と教育コミュニケーション情報科学研究領域は人間科学部人間情報科学科の上に設置されています。このように8領域プラス1コースが人間科学部の各学科からより進んだ学際的かつ実践的な研究分野として設置されるという構成になっており、 国際社会が求める研究者や実践家を養成し、かつさまざまな研究活動を行い、発信していくという活動を日々行っています。次にそれぞれの研究領域について簡単に紹介していこうと思います。まず地域・地球・環境からの研究領域ですが、こちらの領域は持続可能な社会構築に向けて 地域環境や地球環境を自然科学と社会学の両面から検討するという研究領域です。専門分野としては生物学、生態学、地球科学、環境科学、環境社会学、環境経済学などを専門とする先生の研究室から構成されています。こちらの写真は実験室で分子レベルの 生物学実験をしている様子です。この研究領域に属した大学院生の修了後の主な進路は、ここに示した通りです。博士課程に進学して、その後大学教員になった修了生もいます。次に、人間行動環境科学研究領域ですが、こちらは人間と環境。 特に生活環境のあるべき関係性を探求するということで、専門としては心理学の先生と建築学を専門とする先生の研究室で構成されています。写真は地域,写真え地域環境に関する実践的な活動及び研究の様子で、子どもたちと一緒に街を探検するといった様子です。 終了後の主な進路も示しています続いて文化社会環境科学研究領域ですがこちらは世界が抱える諸問題を実地調査や文献調査により解明するということで社会学文化人類学考古学などを専門とする研究室から構成されています。 写真は文化人類学的なフィールドワークの一環で、スペインのカタルーナ地方における人間の塔の現地調査の一コマです。このような風習とか文化、儀式などの意義、あるいは人間の営みとしてどのような意味を持っているのかというようなことをテーマとする研究活動が行われています。進路としては新聞社などのマスコミ系、 が多いのが特徴として挙げられると思いますで。次の健康生命医科学研究領域は、人間科学部、健康福祉科学科の上に設置されている研究領域になりますが、神経科学、内分泌学、解剖学などの生命医科学とバイオメカニクス、医療人類学などの健康科学、 あるいは生命科学と健康科学にまたがる食品科学や人間の寿命、アンチエイジングなどを扱う先生の研究室から構成されており、より健康に生きるための条件や情報を検討するなどの研究が行われています。右の写真はバイオの実験室における実験風景の一コマですが、無菌状態で細胞組織を培養する際に さまざまな刺激を与えることでどのような現象が現れるかということを観察し生命の仕組みを理解しようとしています主な進路はここに記載の通りですが博士に進学し大学教員になるといったケースもあります次に健康福祉科学研究領域ですが この研究領域では、誰もが安心して暮らせる社会の実現を目指すということで、臨床姿勢学、予防医学、支援工学、社会保障政策などを専門とする研究室から構成されております。健康福祉開発研究領域の中にも様々な領域がありますが、右の写真は地域社会ということで、地元の所沢市と連携して、 このような市民参加型ワークショップを行うということも、研究活動の一環として実施しています。主な進路は、ここに記載の通りです。続きまして、臨床心理学研究領域ですが、こちらは臨床心理分野の研究と実践能力を兼ね備えたプロフェッショナルを育成することを目指した領域で、 こちらの修士課程終了時には、臨床心理士、公認心理士の受験資格の取得ができるということで、かなり専門性の高い臨床心理の研究を行う研究領域です。中でも実践と研究ということで、この写真は社交不安に関する脳科学研究の予備実験を行っている様子になっています。研究室では、このような様々な電極を頭皮の表面につなげて、 脳活動の様子を測定し、画面を通してモニタリングするというようなことも行っています。進路としては、認証心理の専門性が求められるような組織に進むケースが多いといいます。それから、認証心理に関連して、修士課程1年生の1年間で終了するコースとして、教育臨床コースも設置されています。 このコースでは多角的なシェアを包括した教育臨床の方法論を探求するということで、このコースの修了要件に加え、一定の資格要件に定められた講義及び実習の単位を取得することによって、学校心理士の資格試験及び臨床発達心理士の資格試験の受験資格が取得可能です。 このコースは教育臨床の実務経験のある人を対象としており、教育の形式はゼミ形式による少人数授業を重視し、社会人を対象とするということですので、授業は夜間及び土曜日の土曜日に開校あるいはオンデマンドを活用してというような構成になっています。写真は少人数授業の様子です。 でここから最後2つ,2つが人間科学部、人間情報科学科の上に設置された研究領域となります。1つ目が感性認知情報システム研究領域で、人間の感性を科学的に探求し、現代社会の諸問題に挑むということで、研究分野としては、認知科学、情報科学、システム工学、人間工学、生態工学などの研究室から構成されております。 写真はコミュニケーションロボットを使う実験,実験準備風景です。オープンキャンパスなどでもしばしばコミュニケーションロボットを使ったデモを行っています。主な進路は IT 系、まあ、情報系ですね、それから技術系の就職が多いという印象ですで。最後に教育、コミュニケーション、情報、科学、研究領域です。 この研究領域は人間中心の社会とシステム開発を学際的アプローチで追求するということで、教育工学、計算機科学、心理学などの専門分野から構成されています。教育コミュニケーションということで、写真はワークショップデザインの演習風景ですが、一方的に教育を受けるということではなく、ワークショップという能動的に学習者も関わる中で何かを 習得,する習得して作り上げていくというワークショップをデザインするという演習の一コマです。主な進路先としては、まあ、マスコミ系あるいは情報技術を使ったコミュニケーション関連の企業や組織あるいはもう一歩進んでゲーム制作などを行っているエンターテインメント系の企業への就職が実績としてあります。 こちらは2023年度に入学を希望する受験生向けの人間科学研究科の入学試験の概要です。修士課程一般入試および博士後期課程の一般入試の出願は7月22日から29日ということで同じ期間になっています。一次選考通過者に対しては二次選考を実施しますが修士課程は10月8日。 後期課程はそれより1週間早い10月1日となっております。受験ををお考ええのの方はこの日程を控えていただければと思いますただし新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては入試日程あるいは選考方法を変更せざるを得なくなる場合もありますので最新情報は人間科学研究科 Web ページの入試情報をご確認ください。 また、出願にあたっての注意事項ですが、出願する前までに必ず希望する、あるいは検討している研究指導の担当教員と連絡を取り、担当教員とご自身の考えている研究内容などを十分相談してください。ひょっとすると別の先生の方がふさわしいというようなこともありますので、事前に連絡を取って十分相談した上で、出願することをお願いしたいと思います。 最後になりますが、臨床心理研究領域の受験を検討されている方は、7月中旬ごろに対面またはオンラインで実施予定の説明会に必ず参加してから出願することをお願いします。詳細は人間科学研究科ウェブページの入試情報の方に公開されますので、そちらを確認してください。それではこれで私からの話は終わりとしますが、 早稲田大学人間科学研究科を受験することをお考えの方は、出願が7月22日から29日で、二次選考は10月の上旬を予定しております。まだ時間がありますので、よく検討してください。我々としては、より多くの方が受験してくれることを望んでおります。ご清聴ありがとうございました。